では86見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーの、右前、特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。これは汚れかな。このリップ部分なんかも綺麗な感じですね。こんな感じになっております。で、グリルの色あせなんかも特に出ていなくて、エンブレム周辺も綺麗な状態ですね。左前、まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけれども、ほとんど気にならないんじゃないかなと思います。この辺りはちょっと飛び石傷多めですかね。こんな感じになっております。ヘッドライトは左右ともクリアな状態で綺麗ですね。で、ボンネットへこんでるところは特に見当たらなそうで、ボンネット全体的にもツヤがあって綺麗な状態になっております。こんな感じですね。続いて左側面見ていきます。左フロントのフェンダーですけれども、こちらも特に気になるような傷は見当たらないですね。で、アドバンのホイールが装着されておりまして、ホイールもなかなか綺麗な状態ですね。キャリパーも綺麗な感じです。で、タイヤサイズは22545の17と、で、タイヤの溝もまだね、たっぷりと残ってますね。で、ドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドアツヤがあって、特に気になるような傷は見当たらないですね。で、サイドステップですけども、車外のエアロが装着されてます。で、まあ、こういうちっちゃい飛び石傷なんかはありますけども、特に気になるような大きな傷というのはないですね。で、リアフェンダー、こちら側も綺麗な状態になってまして、ルーフサイドの方も綺麗ですね。で、左側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、左リアのホイールです。左リアホイールも綺麗ですね。ガリ傷は特に見当たらない感じです。タイヤサイズは22545-17とフロントと一緒な感じですね。で、タイヤの溝もまだたっぷりと残ってる感じです。続いてリアバンパー見ていきます。この辺りも綺麗ですね。この下の樹脂の部分なんかも色褪せなく綺麗な状態で、右後ろの方も特に気になるような傷は見当たらないですね。で、よいしょ、トランクへこみもなく、上面の色褪せなんかも特に出ていない感じです。続いて右側面見ていきます。右リアフェンダー、綺麗な状態ですね。こんな感じです。で、右リアのホイール、ここにちょっとガリ傷がありますね。右リアホイールは、そこ以外は特に見当たらなそうな感じです。で、運転席のドアですけれども、こちらも綺麗ですね。ツヤがあって、気になるような傷は特に見当たらない感じ。サイドステップ、こちらもですね、綺麗な状態になっております。で、ドアミラーも綺麗ですね。で、右フロントのフェンダー、こちらもこんな感じで綺麗な状態です。そして右フロントのホイール、ここにちょっとだけガリ傷がありますけれども、まあ、そこ以外はこんな感じでね、特に見当たらないですね。
で右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうで綺麗ですね。でルーフです。ルーフの方はこんな感じで、まあ傷へこみなく綺麗な感じですね。続いて内装を見ていきたいと思います。運転席のドアトリム、ウィンドウスイッチパネル周り、この辺なんかも綺麗な状態ですね。少しだけ白い線があるかなっていうぐらいです。でスカッフプレートも綺麗な状態で、フロアマットも綺麗ですね。こんな感じです。で運転席のシート、この辺のね、擦れ多少は出てるかなっていう感じですけども、まあでも座面もね綺麗ですし、全体的には綺麗な状態で、助手席側なんかも綺麗ですね。そしてステアリングです。擦れは特に見当たらなそうな感じですね。こんな感じで綺麗ですね。でダッシュボード上も特に乗り跡等見当たらず、グローブボックスの中に ETC の車載機が装着されてますね。で、トヨタ純正のナビが装着されてます。でこの辺のボタン類なんかも綺麗な感じで、シフトノブもね非常に綺麗ですね。ブーツ周りも綺麗ですし、サイドブレーキのブーツも綺麗ですね。こんな感じです。で、クルーズコントロール付きという感じですね。ちょっとエンジンかけてみます。エンジンのかかりもいいですね。手上がりもいい感じです。で、バックカメラ、ガイド線付きでこんな感じでついております。あとはドラレコですね。フロントと、リアとついてる感じですね。続いてトランク見ていきます。はい、トランクですけども、トリム類も綺麗な状態ですね。で、車載工具の方も揃ってる感じですね。続いて助手席側、助手席のドアトリム、綺麗な状態です。スカッフプレートの方も綺麗ですね。そしてフロアマット、シートと綺麗な状態になっております。そしてリアシートの方もご覧の通り綺麗な状態ですね。はい、こんな感じの内装になっております。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。ベッド周りですね。こんな感じでエンジンルームになります。で、本体もですね、カードはいない感じでして、エンジンルーム内もですね、とても綺麗な状態ですね。こんな感じになっております。はい、じゃあ続いて試乗してみたいと思います。それでは86試乗してみたいと思います。後期モデルの86ですね。走行距離が 21,500km という感じで、まだね、走行距離は少ない感じですね。で、パーツが適度に入ってまして、駅間にマフラーと変わって、ホイールが、アドバンのホイールが装着されているという感じですね。でブレーボキャリパーもね装着されてますね。クラッチなんかはやっぱり距離少ないので、全然まだまだ大丈夫そうなフィーリングです。加
速もいいですね。そして衣装の方もですね、今6速まで入れてみましたけども、全然問題なくミッションの方もね入りますね。でブレーキのタッチなんかもやっぱりブレンボキャリパーなんでこう剛性感があっていいですね。まあその踏んで止まる時のこの制動力みたいなのは別にそこまで変わらないですけども、普通にこの街の中ではですね、踏んだ時のこのねペダルから伝わってくるこうしっかり感っていうのがやはり、ブレンボキャリパー履いてると違いますね。でマフラーですけれども、エンジンかけてすぐまだ冷えてる段階ですね、なんかはやっぱりちょっと回転数高いので、結構ねいい音するなみたいな、若干ちょっとバリバリ音するなみたいな、感じなんですけども、今なんかはもう温まってしまうとですね、もう例えば今こうやってアイドリング止まってる時なんかはもうほんとノーマルと何にも変わらないぐらい静かな感じです。まあ駅マニから変わってるので、まあ音量的にはそれなりにね踏んでったらいい音はするんですけども、まあ全然不快になるような音っていう感じではないんじゃないかなと思いますね。ちょっと踏んでみましょう。でも全然静かですね。なんかもうちょっと割れた音になるのかなと思ったんですけど、全然静かな感じでした。そしていい加速ですね。でまあ乗り心地なんかは全然いいです。足回り変わってるわけではないのでとても乗りやすい感じで、で今ついてるタイヤもそんなにこう走る向けのハイグリップのタイヤっていうわけではなくて、街乗り向けのね結構溝も深いタイヤなので、まあそういう意味でもやっぱり乗り心地はいいですね。まあ、このハンドル切った時の回答性なんかはすごくいい感じです。まあ特段何かメカニカル的に不具合抱えてるというような感じはなさそうですね。異音も特にしないですし、何かガタが出ているような感じも特に見受けられないかなといった感じですね。はい、以上86の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。